える道もない、吹雪の発光だ、雪中公文最後の旅路とは友よ誰なしよ、ああこれが定めか、斬撃の八師団、
しかしこの日日本列島は大寒波に見舞われていた。青森測候所では翌24日明治15年開設以来の最低気温を記録している。そして冬の八甲田の森林は風雪を遮るものはないに等しいと言えた。一方弘前第31連隊は青森隊より3日早い1月20日に弘前を出発している。弘前隊の福島大蔵隊員率いる総勢37名の演習目的はあくまでも冬期間の戦闘における情報収集にあった。通常の構成とは違う特別編成部隊を組み、これまで弘前31連隊の行ってきた冬期演習の総決算として訪問計画は綿密に練られていた。そしてこの訪問には注文記者として東日報の東海雄三郎も追行していた。1月23日青森隊の訪問は順調に進むかに見えた。しかし午前11時30分頃天候が急変する。深い雪の中物資運搬のそりは遅々として進まず隊列は崩れていき、さらに吹雪の中先遣隊が田代の道を見失ってしまう。そして最悪の天候下で青森隊は八甲田山中でついに漏洩を余儀なくされた。1月24日、青森隊はマイナス20度以下の猛烈な寒気と吹雪の中で帰営することを決めた。空腹と睡魔、そして極寒が体力を奪い、兵卒はすでに3分の1が倒れ、2日目の漏洩を余儀なくされる。1月25日、青森方面のキロを発見するも隊はすでにバラバラとなり、午後5時3日目の漏洩をするのである。そして1月26日幸運から4日目、残る30名ほどで漏洩地を出発。隊は二手に分かれ青森のキロを求めた。しかし深い雪と寒さに阻まれ歩くこともできず、わずかな望みを持って救援を求めたのである。訪問から5日目1月27日捜索隊は雪の中で立ったまま動かない一人の兵士を発見した。目を見開いたまま気を失った後藤房之助伍長だった。彼の証言からすぐに大規模な捜索が行われることとなり、一方弘前隊福島小隊は自分たちの持ち寄る雪の知識と経験を生かし、さらに万全を期して山に詳しい道案内を雇い訪問を続け、八甲田を無事踏破するのである。弘前隊は1月29日無事青森田母犬に到着している。青森隊の惨事を聞き、その後の訪問工程を変更して帰営する。青森歩兵第5連隊の遭難はなぜ起きたのか。青森隊は短期間の訪問ということもあり、服装などに不備があったと考えられる。また山口隊長ほか編成内の参加者があり、かなり隊との指揮系統の乱れが生じたとも言われている。深い雪の中では距離による運搬は適切とは言えなかった。取り隊の遅れが幸運の遅れを招いた。そして猛吹雪の下では動かず天候の回復を待つべきであった。その他さまざまな原因があったと言われている。青森歩兵第5連隊総勢210名のうち救助されたのは17名。しかし救助され懸命な治療も虚しく、その後病院で6名が命を落とした。この八甲田山の雪中行軍で199名の尊い命が失われたのである。青森歩兵第5連隊の悲劇の中で
岩崎歩兵31連隊の成功は称賛されることもなく、関係者は固く口を閉ざしたままであった。そして時が経ち、遭難から1世紀を経て、青森歩兵第5連隊の八甲田山雪中行軍遭難事件は、数々の証言や資料により、その惨劇を残劇の8時だ。